ジャック・ジョーンズはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のポピュラー音楽の歌手、俳優。本名はジョン・アーラン・ジョーンズ。1930年代に人気を博したミュージカル俳優アラン・ジョーンズと女優アイリーン・ハーベイの長男。上品で華麗なエンターテイナーとして知られ、グラミー賞を2度受賞した。ジョーンズは女優ジルセント・ジョンとの離婚後、 女優スーザン・ジョージと婚約していた。芸能一家に生まれたジャック・ジョーンズだったが、スターの座に就くまでには、かなりの期間を要した。ナイトクラブで、父親のアラン・ジョーンズのショーに参加しながら、両親が1957年に離婚すると、ソロシンガーとして独立し、1959年、キャピトルレコードと契約する。アルバムディスラブオブマインと、数枚のシングルをリリースしたが、 売り上げは伸びなかった。1961年サンフランシスコのクラブに出演していたところを、キャップレコードの社長、デーブ・キャップが目に留め同レコードと契約し1961年に最初の日とアメンボーとバラがチャートインし最高位66位を記録。グラミー賞の最優秀歌唱賞を受賞。1963年にもバートバカラックの作品、 素晴らしき恋人たちが14位を記録し、再度グラミー賞の同賞を受賞した。e ージーリスニングチャートには、キャップレコード在籍中に19曲をチャートインさせ、恋のホットレース、見果てぬ夢、レティの3曲が第1位に輝き、他にトップ10ヒットが7曲を数えた。1967年には、 メジャーレーベルの RCA と契約するも1967から1977の間のヒットは12曲止まりトップ1 2入ったのは2曲にとどまった。ポップチャートでの成績は1962から1969の間に26曲で素晴らしき恋人たちの14位が最高位でトップ42チャートインした曲も5曲にとどまった。 本格派の歌手としても期待された存在であり、アルバム制作にも注目は集まったが1963から1969年の間にアルバムチャートには17枚のアルバムがチャートイン。最大のヒットアルバムは見果てぬ夢で、最高位は9位で64週チャートに入った。RCA に移籍してからは、どのアルバムもチャートの回にどまり、人気の面では陰りが見えたが、 アメリカでチャートインしなかったアルバム、例えばシングス、ミヒエル・ルグラン・ブレッド・ウィナーズ1972、ライト・ミー、エー・ラブ・ソング、チャーリーなども優れた内容で批評家からも高い評価を得ていた。フランク・シナトラの歌唱で知られる夜のストレンジャーは、シナトラが録音する前にレコーディングを済ませていたという。そのシナトラに最も有力な歌手の一人と呼ばれたこともあり。 同僚歌手からの評価も非常に高い。ラスベガスのショールームやコンサートホールにコンスタントに出演し、年配の女性を中心に人気を博している。1998年にジョーンズは、信仰の深い歌手トニー・ベネットに捧げたアルバム、ジャック・ジョーンズ・ペインツ、エイトリビュート2、トニー・ベネットで、再びグラミー賞ベストトラディショナル、ポップボーカルアルバム部門の候補となった。二0 1年、 12年ぶりとなる新録音ラブメイクスザチェンジズを発表した。俳優としても2001年にラマンチャの男に主演し全米ツアーを行った。また2013年には映画アメリカンハッスルのサウンドトラックに I've Got You a Number で参加し、同曲を歌う歌手役で出演もしている。ありがとうございます。